ナリーグドジャースに、6ブレイブス、2024年9月13日アトランタ。ドジャースは13日、日本時間14日、敵地でのブレイブス戦で完敗を喫した。先発ナックが2回に日本のツーランを浴びるなど2回5失点 KO。打線も3回にロハスの5号ソロ、4回にエドマンの敵地打で反撃も2点にとどまった。試合後、デーブ・ロバーツ監督はナックについて、 これまでランドン、ナックは私たちのために良い試合ばかりしてきたが、今日は悪い試合だったと乱調だったとしつつも、忘れて次に進みましょうと切り替えを強調した。そして、ご存知のように、今年の彼の仕事は全体的に素晴らしいものだった。ただ、今日はコントロールがこれまでのものではなかったと請求が良くなかったとした。 間もなく迎えるポストシーズンへの影響に関しては我々の決定には全く影響しないと思う。次の先発を楽しみにしたい。彼は間違いなく先発候補の一人と次戦も先発機会を与えるとした。一方、腕の違和感で予定されていた実戦形式の登板を急遽中止したグラスノーの最新情報については、私の理解ではスキャン、検査を受けた。結果や詳細は知らないが、 ヘッドトレーナーのトーマスによれば、結果に満足してるようだったと深刻な症状ではないだろうとした。